爪。爪は、有用膜類の指の先端の背面にある表皮の角質が変化し硬化してできた板状の皮膚の付属器官である。体毛や歯と同じく鱗から派生した騒動である。哺乳類では種によって特化している。ここでは主に人の爪について説明する。他の動物の爪等については後日の還元項目、ひずめ、ひらたずめ。 鍵爪などの項目を参照。表皮から変化してできた点においては、爪と毛を掃じて、隠し器きとも呼ぶ。爪が指先を保護するおかげで、手足の動作において、指先に力を加えたり、うまく歩いたりすることができると、爪は動物にとって重要な役割を果たしている。爪の下部には、毛細血管が集中しており、爪は血液の健康状態に影響されやすい。 爪は主にタンパク質の一種であるケラチンから構成されている。含水量は12%から16%、脂肪量は0.15%から0.75%程度である。その水分量は外界の環境に左右され、冬の季節等の乾燥期には固く脆くなる。環境による爪の水分の変動は、要因によって5%から24%まで変動する。 例えば、爪が、化学薬品、マニキュアを含む等に接触し、脱脂、脱水状態に継続的にさらされると、水分量を失い、表面が荒れて極端にもろく割れやすくなることがある。爪は、病気や外傷により欠損することがある。相互が大きく損傷されると、爪は欠損するが、小さい場合は欠損しない。人間の手の爪が完全に再生するには3ヶ月から6ヶ月。 足の爪はさらに長い時間を要する。人間の成人の手の爪はた日に約0.1ミ、mm、リメートル伸びる。左右の差はない。ただし、一般的に成長速度は若年ほど早く、冬より夏の方が早く伸びると言われる。高齢者でも速度は遅くなるが一生伸び続ける。利き手の爪は、片手の爪より伸びるのが早い。相当早いというわけではない。 理由については、よく動かすため新陳代謝も活性化されるからなどとの説がある。指の一番先端の子骨の関節の少し先あたりから生えており、爬虫類と鳥類では、そのほぼすべてが円錐状で、カギ爪のように下に湾曲している。哺乳類では、その構造と役割から平た詰め、平爪、カギ爪、ひずめの三種類に分けられる。 人と猿においては平爪に進化し、物を掴んだり、操作する能力を獲得することになった。さらにまた、片一爪のおかげで、物を識別する能力、挟む能力なども飛躍的に発達した。また、爪は、相手への攻撃や自分への防御に役に立つ。爪は、細菌、アレルゲンなどを移動、伝播させる。爪で書くと、相応感を和らげる一方、 かきすぎると、湿疹などの皮膚症状を悪化させることがある。これらは、外側の硬い爪板、双板と、内側の柔らかい爪足裏、双書、双書ともの二重構造になっている。平た爪は指先にある、指跡骨を覆わず、爪足裏は先端部に残しているだけである。ぎ爪は、指跡骨の前半分を覆うような構造になっており。 前後左右が厚みを帯びたまま湾曲して先端は尖っている。ひづめは爪板と爪足裏で指跡骨を円筒状に完全に覆い尽くしている。外の部分に露出している部分を、走行、走行、皮膚に隠れている部分を、つまめ、走行という。常に指先へと成長し、押し上げられている。指先の先端部分では、走行はその下部の総称と剥離し、 指先から爪が突出する。爪根には、相母器、相母器という部分があり、新しい爪はここで作られる。爪と接触している部分としては装甲を乗せている。皮膚は、相称、相使用と呼ばれ、表皮がなく、空気に触れることによって表皮化する。神皮化は、他の皮膚と構造は同じになっている。相交の両側を囲んでいる、指の皮膚は、相角、相角、 という。さらに、爪根を覆っている皮膚を、五層角といい。この部分から、わずかに双甲に覆うようにある半透明の皮膚角質を、爪上皮、相上皮、あるいは上爪皮、いわゆる甘皮のことという。爪の根元部分は皮膚に隠れている。爪の根元に、乳白色の半月形状の部分が見えるが、これを爪半月、または、 ルヌーラといい完全には角化していない新しい爪である。この部分より先は薄い肉色であるが、これは相性内の血管が爪に透けて見えるためであるので、押すと色が抜ける。健康な爪は薄いピンク色をしており、表面も滑らかである。しかし、体が貧血の時には爪下の色は赤みが減少し、爪は血色が悪くなり青白く見える。 体調が悪い時など、この爪の色がピンク色で、額などで測る体温が暖かければ、とりあえず大事ではない、などのように緊急度の評価法の一助ともなる。また、爪を押して、白くなったところが再循環により、ピンク色に戻ることを確認できれば、心臓は通常通り循環を司っていることがわかる。従って、病院受診時、手術などの際は、ネイルアートなどは、 望ましくくなない慢性の腎臓病では爪は爪白くなるまた、爪の硬さは均等ではない。総称に接している部分が一番硬く、先端へ伸びるほど割れやすくなる。一旦、根元から伸びた爪は、損傷を受ければ二度と回復しない。しかし、相互元が残っていれば、再生はする。爪の健康を保つには、表面、裏面ともに、 油性のクリーム等を塗り込む程度の手入れでも保護には十分効果があるとされる。爪は主にタンパク質の一種であるケラチンからできている皮膚であり、爪の健康には良質のタンパク質を食事で摂るのが有効である。その他、ビタミン A、ビタミン B、ビタミン D も必要である。爪を見れば健康がわかると言われるほど、爪は健康状態を敏感に反映させる。 爪の変形や変色は、全身性の病気で爪の健康的な成長が阻害されたためか、爪の根元に障害が起きたためである。病気や疾患のために生じた異常ならば、その原因でもある病気を治療し、根治しなければ爪も元通りにはならない。外傷で変色、変形した爪は、爪の成長速度から計算して、3ヶ月6ヶ月で正常に戻る。 20世紀後半からアメリカからの美容の流行で女性向けの装飾目的の人工爪が世界的に広まっている。これは爪の本来の機能の代用ではなく自然の爪の拡張となるものである。その方法には地爪の上にフォームを形成しチップを貼り付ける2つの主な段階がある。フォームにはアクリル系接着剤や紫外線硬化型の接着剤が用いられる。 また、簡単に地爪に接着できる、柔軟性がある安価な樹脂製のチップもある。人工爪は、様々な色彩の製品があり、光沢等の効果を表現することも可能である。蒸気の人工爪による装飾や美容技術は、ネイルアートと総称されている。人工爪ではなく、マニキュア等の化粧品で地爪に塗装をすることも、ネイルアートと呼ばれる。 顧客の爪にネイルアートの手術を行う美容の職業はネイリスト、店舗はネイルサロンと呼ばれ、ネイリストは爪への基本的な手入れも施す。爪の手入れについては下記に述べる。ネイルサロンではネイリストが従業員として雇われるほか、ネイリストがサロンの主催や開業を行う例もある。1998年頃から爪に絵柄を施すネイルアートが日本では定着している。 いくつかの女性向けファッション雑誌では季節ごとにネイルアート特集の美容記事が掲載されることがある。人気を博すネイリストやネイルサロン、専属モデルや読者モデルがネイルアートの紹介をするほか、ネイリスト自身が紙面に登場することもある。2003年に爪に高解像度の印刷を行うインクジェットプリンター機のネイルジェットプロが発売された。 アジアのいくつかの地域では、さらに大きなネイルアートプリンタが、若者の集まる場所に設置されている。手先を気遣う職業の手品師や司会師、ギタリスト等の男性が爪の手入れにネイルサロンを訪れる事例も最近は見られ、顧客の裾野を広げている。また、世界的に有名なサッカー選手のベッカムが、サロンで爪を短く整え塗装していることを報じられ、将来的には、 男性の予想意として発展する可能性も伺える。この例ではないが爪に関連する事柄に、アジアでは土俗的に高齢男性が手の小指の爪を伸ばすことがある。また、ギター奏者もギターの弦に合わせて爪を伸ばす。爪を手入れする目的で、爪に塗る油やクリーム、マニキュア等、爪の化粧品が各種存在する。また、爪洗浄ブラシ、甘皮押し、 爪切り挟み、爪切り、および爪やすり等の道具で爪の形状を整える。日本では、夜に爪を切ると親の死に目に会えないという有名な、迷信、俗信がある。夜爪は、夜を詰めるに通じるところから忌避されたとの説のほか、夜に爪を切ると暗くて怪我しやすいから等、様々な小説があり、はっきりとはしていない。日本の昔の民家では、夜の明かりは、 火なので、いろバタなどで爪を切ると、切った爪が火に飛び込んでも得る匂いが火葬を連想させたためにいいんだという説もある。さらに一部ではあるが、朝に爪を切ってはいけないというのがある。朝に爪を切ることは、出生前の兵士が遺品として爪を切り置いていったということから、死にに行くという考え方を指定できた迷信であるが、上記の迷信と同様。 現代の日本では朝に爪を切らないわけではない。爪のような形状の道具や機械部品も爪と呼ばれることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。